色の差を出せば出すほどコントラストって強くなるんですよね。そしてコントラストが強ければ強いほどやっぱり強い印象になることが多いんですよ。最後まで塗ることの方が大事ですからね。冒頭で言った今回こだわったポイントが一つありますっていうポイントなんですが、皆さんこんにちは、こんばんは、おめえまんです。今回は SMSP の悟空を塗っていきたいと思います。今巷でもめちゃくちゃ話題のかっこいいって評判の悟空です。今回は優しい悟空をテーマにして塗っていきました。というのもスーパーサイヤ人とか戦闘シーンの悟空って鬼気迫る表情だったり切迫している表情が多いんですけど、この悟空のフィギュアは表情からすごく優しい雰囲気を私は感じ取ったんですよね。日常生活を送る悟空だったりとか、あと無邪気なイメージだったりとか、すごい優しさがあるイメージだったりとか、なんだろう、仲間と話をする悟空とか、まあ、そういった表情の悟空がすごい思い浮かんだんですよね。なので戦闘シーンとは打って変わって無邪気な優しい悟空っていうのをイメージしながら塗っていった感じです。悟空のフィギュアってなんとなくなんですけどスーパーサイヤ人状態のものがすごい多いなって感じがしてますし、いつもとはちょっと一味違う悟空っていうのが完成したのかなとは思ってます。そして今回リペイントしていく上で特にこだわったたった一つのポイントがあるんですけど、そこのポイントも塗りながら話していければいいかなと思います。このチャンネルでは既製品をワンランク上のかっこよさにするをモットーにしてフィギュアのリペイントに関する有益な内容をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をしていただけましたら嬉しいです。では早速塗っていきましょう。まずは肌の部分から塗っていくんですけど、見ていただいたらわかるように今回のフィギュアは分解をしていません。大丈夫なの？塗れるの？って思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、顔の周りは正直かなり大変でした。確かブロリーの時も同じようなことを言っていたとは思うんですけど、基本的にエアブラシを使わないところは分解しないことも多い私のスタイルなんですが、分解した方が塗りやすさで言うと絶対塗りやすいです。なので少しでも不安な方は分解して開始するやり方の方が確実なので、そこあたりは始める前に考えてから塗り始めてみてください。肌の色味なんですけど、今回はいつもより優しめの色で塗ってみました。基本的には MA1 肌カラーがベースなんですけど、その中でも調合の割合とかを調整していつもより優しい印象にしたというところですね。具体的には全体的にいつもより明るめの色を作って塗りました。そして明るい色と一番暗い色をいつもより差が開かないように、コントラストがいつもの塗り方よりか弱めになるように塗りました。コントラストって対照対比という意味合いなんですけど、色の差を出せば出すほどコントラストって強くなるんですよね。そしてコントラストが強ければ強いほどやっぱり強い印象になることが多いんですよ。なので普段塗る時よりも柔らかめの印象とか優しめの印象に塗りたいなという場合は、例えば普段影で使ってる色をいつもより明るめにしてみたりして明暗の差を控えめにするのは一つの手だと思います。次に服の色なんですけど、今回は A 賞のブラシ彩色の服のカラーみたいな明るめのブルーグリーン系をベースにして私なりに落とし込んで塗ってみました。今回リペイントする上で私が勝手に決めたテーマの優しさとかにもマイルドなカラーだとなんだかぴったり合う感じだなって思ったりもしてました。あとはまあこれは余談なんですけど、子供の頃に使ってたような絵の具セットの中にビリジアンっていう青緑色っぽい絵の具があると思うんですけど、そのビリジアンと白の絵の具を混ぜた色が当時の私はお気に入りだったんですよね。そのような系統の色合いなので図画工作の時間によく使ってたのを思い出して懐かしさも勝手に味わいながら塗ってました。今思い返してみるとどうやら小さい頃から私は青好きなのは変わってないかもしれませんね。ビリジアンで緑に近い色だなぁと皆さん思われると思うんですが、緑からビリジアンってなかなか作れない色みたいなんですよね。ビリジアンと黄色を混ぜると緑色になるんですが、その逆はできないみたいなんですよね。そもそもビリジアンっていう色は鉱物から取った自然の綺麗な色でなかなか混ぜて作れない色みたいなんですよ。実は
このビリジアンは絵の具セットの中に入っているんですが、なんで緑じゃなくてビリジアンがわざわざ入ってるのってなりますよね。もしかしたら子供の頃に見たことある人もいるかもしれませんけど、この子供でも使う絵の具セットって混ぜて作れない色とか作るのが難しい色が優先的に入ってるみたいなんですよね。例えば、白、赤、黒みたいな、想像したら確かにこの辺の色って作るの難しそうじゃないですか。それとほぼ同列の位置づけにビリジアンっていう色はあるということです。つまりそんな白、黒と肩を並べられるくらい作るのが難しい色というのがビリジアンという色ということですね。ちょっと説明が分かりにくかったらすいません。とにかくほぼ作ることが不可能な色ってことなんですね。ちょっとだけ豆知識的な感じなんですけど、で今回私はガイアさんとクレオスさんどちらの塗料も使って塗ってきました。色味としてはビリジアングリーンとかグリーン系を中心にしてホワイトとシアンとかを混ぜて明度やサイズを調整して好みの明るさとかにして塗っていきました。結果的に発色が良くなったかなと個人的には思ってます。なのでこんな感じで塗りたい方とかは今話した系統の塗料をいくつか用意して自分好みに調整してみると自分だけのオリジナルカラーができますし自分なりの色探しもできて楽しいと思います。ズボンのペイントはサフを拭いてから進めていきました。1色目エアブラシを使ったんですが渋めの抹茶系のグリーンっぽいカラーに調色した色を拭きました。2色目からは深い緑系暗めのグリーン系の色を中心に発色が良くなるように調色して作って筆塗りをしていきました。正直ズボンのカラーは今回は塗っていきながらバランスを見て決めていた部分も多かったです。初めに想像していたカラーや事前に作ったカラーがあってもどんなに準備して臨んでも結果通りにはいかないことも多々あるんですよね。実際に色が乗った時に全体のバランスを見たらうわやっぱもっと明るい方がいいかもとかもっと彩度が高い方がいいかもっていう感じでしっくりと来ないということもあるんですよね。そういう時に私は最初の予定よりかはその時の勘の方を優先することが多いです。勘なのかよって話なんですけど意外と大事なんですよね。やっぱり一度疑問を持ってしまうとずっと気になっちゃったりとかして進まなかったりもするのでリカバリーする余裕があったら変更するのもいいんじゃないかなと思います。自分が持った違和感って割と当たってたりもするんですよね。あれなんかしっくりこないなとかもっと良くなりそうだなとか潜在的に感じた時はとことんフィギュアとにらめっこしてみるといいかもしれないです。違和感を感じる原因が最初は分からなくても考えて悩み続けると答えが案外出てきたりします。もし塗っている途中で違和感を感じて悩みまくって筆が進まなくなってしまった場合は一回最後まで塗り切ってみた後に作品とにらめっこするといいんじゃないかなって思います。悩んで筆が進まなくなるよりも塗り切る最後まで塗ることの方が大事ですからね。冒頭で言った今回こだわったポイントが一つありますっていうポイントなんですが皆さんどこだと思いますか？それはですね背中にかかっている竹筒パーツなんですよね。今回の SMSP は A 賞がブラシ彩色 B 賞原作カラー C がモノクロで D 賞が二次元カラーでどのフィギュアもそれぞれの魅力とか味があって見比べるのもとっても楽しめるフィギュアだったと思うんですけど個人的には A 賞のカラーが今回特にグッときたんですよね。という理由の一つが竹筒とか紐の部分の表現がなかなかすごくなかったですか？なんというかいい感じにくたびれているように見えてとっても味のある感じだったんですよ。今回も二次元風にリペイントしているのでリアルさを追求する塗装表現をするわけではないんですけどとはいえちょっとでも竹感的なものを出したかったのですっきりシンプルなんだけど二次元感が出る感じで竹筒と紐の部分は塗装してみました。なのでちょっと意識してこだわった部分なんですよね。具体的には竹のつなぎ目みたいな部分を意識していったんですよね。というのもそれがなくなるとただの棒みたいになっちゃうと思ったんですよね。
竹にあるあの独特のつなぎ目みたいなものが竹を竹たらしめる部分だと個人的には思います。なのでそこを意識しながら塗っていった感じですね。あと自然物ってなんか優しい雰囲気を感じませんか？木目とか葉っぱとかもそうなんですけど、よくリゾート地とか田舎が落ち着く感じがするのもやっぱり自然物があるからなんですよね。そう考えると本当に今回の背負ってる竹はこの無邪気な感じの悟空にぴったりのアイテムなんですよね。あとこの悟空は左手に縫い棒を持っていましたよね。縫い棒はマスキングテープでエアブラシを使って塗りました。まず赤系で全体に色付けをして、完全に乾燥してからマスキングテープを使って白のハイライトとワントーン暗めの赤のラインをまっすぐに塗装しました。マスキングテープを使うとまっすぐのラインを塗りたい時とかに表現できるのがすごく便利ですね。ちなみにこの映像にはないんですけど、縫い棒を持つ左手の穴がかなり硬かったので、拳の内側をリューターで削って棒がスムーズに出入りするように調整しました。多分今回私が塗った個体でそのまま塗装して縫い棒を刺したら、ラッカー塗料が比較的丈夫とはいえ剥がれそうだなっていうぐらい正直きつかったので、やむを得ず調整した感じでしたね。まあ結果的に無事調整できたので良かったです。感じで完成しました。この優しい感じというか無邪気な感じの悟空ってすごくいいですよね。私は無印のドラゴンボールとか少年時代の悟空が結構大好きなんですよ。なのでそれがそのまま大人になったかのようなこの悟空の表情がすんごい好きだなっていう感想ですね。そして今回こだわったポイントは、スーパーサイヤ人の時とは全然違う視点で塗っていったので、もし同じように優しめの悟空を塗ってみたいなっていう方がいたら参考にしていただけましたらすごい嬉しいです。あと今こうやって目の前でこうくるくる回ってると思うんですけど、私今こんな感じで完成品をこう横に置いて話すことだとあんまりなかったと思うんですけど、二次元リプリントって白背景でこうきちんと撮った時って、なんだろう、二次元ならではのうみたいだなっていう良さとかがすごくあって楽しめる部分でも思うんですね、こう画像ベースで見た時に。まあ、ただこうやってリアルで実際こう今直接見た時に見える二次元塗りの良さっていうのも結構あるので、まあ、実際に二次元塗りをなんだろう手にした時に比較して楽しんだりとか、また自分で塗ってみてこう実際に直接見て楽しむ時と、写真できちっと白背景で撮って楽しんだりとか比較して見てみるのもすごく楽しいと思います。なので皆さんぜひ機会があったらやってみてください。はい、このチャンネルでは既製品をワンランク上のかっこよさにするをモットーにしてフィギュアのリペイントに関する有益な内容をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけましたら嬉しいです。またツイッターの方では私が現在リペイントしているフィギュアの過程とか YouTube で発信しないような情報も発信していますので、興味があったらフォローしてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。